はかり使い出すとあれでしょう、目安になるでしょう、便利ですね。ざまあみろってやつ。カップで測るとさ、はい、デジタルで表示されるとさ、はい、あ、2g 余分だとか1g 多くなっちゃったとかさ、はい、いろいろ思うけど、カップだとさ、そういうさ、はい、基準が分かんないじゃん。分からない、ね、大体とかさ、なるじゃん。で昔はうんと電子天秤こういうの高かったけど、はい、今安くなってるからね。こんな3キロばかりで1グラム測れて3000円だとか4000円だとかいうあれって考えられなかったもん。うん、ちょっと多いぐらいは全然大丈夫です。だってあれ何キロばかり、100グラムぐらい測れる測りで5万円ぐらいした時代があったもん。まあ微量天秤はね値段高いけど、で買わされるんだよ、あの塗料屋さん、自動車の、あの60万だ何十万だって。まあそれはいい天秤だけどさ、この測り自体が、測り自体が、わかんないじゃないけど、今は2万円出せば相当いい測り買えるもんね。あのホームセンターは残ってたやつも全部流した。350g、一缶でしょ、一缶だけで、そのあたりとここで欲張った。意外と濡れるでしょ。あ、そうですね、うん、言葉に詰まった、このあたり全部濡れたんです。そうだよね、つうことは3、4ヘベぐらいあるのか、一坪以上だよね。ヘベどれぐらいですかね。伸びないですね。ああ、そうだね、はい、ああやっぱり下地の状態によるんだ。そうですね、うん、感覚的には全然違います。なるほど。そうだよね、自分の手前に溜まる量が違うもんね、やっぱね。測り使い出すとあれでしょう、目安になるでしょ、便利ですね。ざまあみろってやつ。カップで測るとさ、はい、デジタルで表示されるとさ、はい、あ、2g 余分だとか1g多くなっちゃったとかさ、はい、いろいろ思うけど、カップだとさ、そういうさ、はい、基準が分かんないじゃん。分からない、ね、大体とかさ、なるじゃん。で昔はうんと電子天秤こういうの高かったけど、はい、今安くなってるからね。こんな3キロばかりで1グラム測れて3000円だとか4000円だとかいうあれって考えられなかったもん。うん、ちょっと多いぐらいは全然大丈夫です。だってあれ何キロばかり、100グラムぐらい測れる測りで5万円ぐらいした時代があったもん。
まあ、ビデオ天秤はね値段高いけど、はい、で買わされるんだよ、あの塗料屋さん、あの自動車の、あの60万だ何十万だって。まあそれはいい天秤だけどさ、この測り、うんうん、測り自体が、わかんないじゃないけど、今は2万円出せば相当いいや測り買えるもんね。あのホームセンター、そのうち近々修理するわけでしょ。ダメだよ、こんな平米数やってこんなに余っちゃでもコーティング剤を、1リットルのコーティング剤、20本ぐらい使ったんですかね。1リットルのコーティング剤20本、20リッターってことぐらいですね。うん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 、でコーティング、ああ、まあそれが効いてんだね。上からなんで、そうだよ、それが一番効いてんだよ。うん、よかった、それやってもらって。これで全然ね、あの商売になりません。こんなにあの少ない量でコーティングされちゃうと。センサー、足場が通れるのが、この壁際に歩いてくるとずっと歩けます。うん、当社は上がったりになっちゃいます。こんな余ってます。何回もあのメンテできます。よかったね、足りてね。あれ5キロ今日佐川で届いても全然足りねえんじゃねえのって、とりあえずまあやってみるかって内心思ってたんですよ。余っちゃいました。前回さ、半分買いましたね。あ、うち、はい、そうですね、今3800本ぐらい上がってますから、適当にご覧になっていただいて、はい、はい、測り使い出すとあれでしょう、目安になるでしょう。便利ですね。ざまあみろってやつ。カップで測るとさ、はい、デジタルで表示されるとさ、はい、あ、2グラム余分だとか1グラム多くなっちゃったとかさ、はい、いろいろ思うけど、カップだとさ、そういうさ、はい、基準が分かんないじゃん。わからない、大体とかさ、なるじゃん。で昔はうんと電子天秤こんな高かったけど、はい、今安くなってるからね。こんな3キロばかりで1グラム測れて3000だとか4000だとかいうあれって考えられなかったもん。うん、
うん、ちょっと多いぐらいは全然大丈夫です。だってあれ何キロばかり100グラムぐらい測れるはかりで5万円ぐらいした時代があったもん。まあ微量天秤はね値段高いけど、で買わされるんだよ、あの塗料屋さん、自動車の、あの60万だ何十万だって。まあそれはいい天秤だけどさ、この測り自体が、うんうん、測り自体が、わかんないじゃないけど、今は2万円出せば相当いいや測り買えるもんね。あのホームセンターは残ってたやつも全部流す。ああ、350g、一缶でしょ。一缶だけでそのあたりとここで欲張った。意外と濡れるでしょ。あ、そうですね。うん。言葉に詰まった。このあたり全部濡れたんです。そうだよね。つうことは3、4ヘベぐらいあるのか。一坪以上だよね。どれくらいですかね。伸びないですね。ああ、そうだね。はい、うん。やっぱり下地の状態によるんだ。そうですね。うん。感覚的には全然違います。なるほど。そうだよね、自分の手前にたまる量が違うもんね、やっぱね。測り使い出すとあれでしょ、目安になるでしょ。便利ですね。ざまあみろってやつ。カップで測るとさ、はい、デジタルで表示されるとさ、はい、あ、2g 余分だとか1g多くなっちゃったとかさ、はい、いろいろ思うけど、カップだとさ、そういうさ、はい、基準が分かんないじゃん。だいたいとかさ、なるじゃん。で昔はうんと電子天秤こういうの高かったけど、はい、今安くなってるからね。こんな3キロばかりで1グラム測れて3000円だとか4000円だとかいうあれって考えられなかったもん。うん。うん、ちょっと多いぐらいは全然大丈夫です。だってあれ何キロばかり100グラムぐらい測れるはかりで5万円ぐらいした時代があったもん。まあ微量天秤はね値段高いけど、で買わされるんだよ、あの塗料屋さん、自動車の、あの60万だ何十万だって。まあそれはいい天秤だけどさ、この測り、うんうん、測り自体が、わかんないじゃないけど、今は2万円出せば相当いいや測り買えるもんね。あのホームセンター、thank you.
そのうち近々修理するわけでしょ。ダメだよ、こんな平米数やってこんなに余っちゃこれでもコーティング剤を、うん、1リットルのコーティング剤確か、うん、何本20本ぐらい使ったんですかね。1リットルのコーティング剤20本、うん、20リッターってことぐらいですね。うん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 、でコーティング、ああ、まあそれが効いてんだね。上からなんで、そうだよ、それが一番効いてんだよ。うん、よかった、それやってもらって。これで全然ね、あの商売になりません。こんなにあの少ない量でコーティングされちゃうと。あ、足場が通れるのが、この壁際に歩いてくるとずっと歩けます。うん、当社は上がったりになっちゃいます。こんな余ってます。何回もあのメンテできます。よかったね、足りてね。あれ5キロ今日佐川で届いても全然足りねえんじゃねえのって、とりあえずまあやってみるかって内心思ってたんですよ。余っちゃいました。で、一回使うと、半分勇者できるから冷凍ありました。あ、うち、はい、そうですね、今3800本ぐらい上がってますから、適当にご覧になっていただいて、はい、はい。はかり使い出すとあれでしょう、はい、目安になるでしょう。便利ですね。ざまあみろってやつ。カップで測るとさ、はい、デジタルで表示されるとさ、はい、あ、2グラム余分だとか1グラム多くなっちゃったとかさ、はい、いろいろ思うけど、カップだとさ、そういうさ、はい、基準が分かんないじゃん。大体とかさ、なるじゃん。で、昔はうんと電子天秤こういうの高かったけど、はい、今安くなってるからね。こんな3キロばかりで1グラム測れて3000円だとか4000円だとかいうあれって考えられなかったもん。うん、うん、ちょっと多いぐらいは全然大丈夫です。だってあれ何キロばかり、100グラムぐらい測れるはかりで5万円ぐらいした時代があったもん。まあビデオ天秤はね値段高いけど、はい、で買わされるんだよ、あの塗料屋さん、自動車の、あの60万だ何十万だって。まあそれはいい天秤だけどさ、この測り自体が、うんうん、測り自体が、うん、分かんないじゃないけど、うん、今は2万円出せば相当いい測り買えるもんね。ああ、そう、うん、あのホームセンターは残ってたやつも全部流した。ああ、350g、一缶でしょ。一缶だけでそのあたりとここで。欲張った。意外と濡れるでしょ。あ、そうですね、うん、言葉に詰まった。このあたり全部濡れたんです。そうだよね。つうことは3、4ヘベぐらいあるのか。
一坪以上だよね。ピレットどれくらいですかね。伸びないですね。ああそうだね、はい、うん、やっぱり下地の状態によるんだ。そうですね、うん、感覚的には全然違います。なるほど。そうだよね、自分の手前に溜まる量が違うもんね、やっぱね。はかり使い出すとあれでしょう、目安になるでしょう。便利ですね。ざまあみろってやつ。カップで測るとさ、はい、デジタルで表示されるとさ、はい、あ、2g余分だとか1g多くなっちゃったとかさ、はい、いろいろ思うけど、カップでさ、そういうさ、はい、基準が分かんないじゃん。だいたいとかさ、なるじゃん。で昔はうんと電子天秤こういうの高かったけど、はい、今安くなってるからね。こんな3キロばかりで1グラム測れて3000円だとか4000円だとかいうあれって考えられなかったもん。うん、うん、ちょっと多いぐらいは全然大丈夫です。だってあれ何キロばかり100グラムぐらい測れる測りで5万円ぐらいした時代があったもん。まあ微量天秤はね値段高いけど、はい、で買わされるんだよ、あの塗料屋さん、自動車の、あの60万だ何十万だって。まあそれはいい天秤だけどさ、測り自体は、うんうん、測り自体が、うん、分かんないじゃないけど、うん、今は2万円出せば相当いい測り買えるもんね。ああそう、うん、あのホームセンターそのうち近々修理するわけでしょ。ダメだよ、こんな平米数やってこんなに余っちゃこれでもコーティング剤を、うん、1リットルのコーティング剤、うん、20本ぐらい使ったんですかね。1リットルのコーティング剤20本、うん、20リッターってことぐらいですね。うん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 、でコーティング、ああ、まあそれが効いてんだね。うん、からなんで、そうだよ、それが一番効いてんだよ。うん、よかった、それやってもらって。
これで全然ね、あの商売になりません。こんなにあの少ない量でコーティングされちゃうと。あ足場が通れるのが。この壁際に歩ってくるとずっと歩けます。うん。当社は上がったりになっちゃいます。こんな余ってます。何回もあのメンテできます。よかったね。足りてね。あれ5キロ今日佐賀で届いても全然足りねえんじゃねえのって、とりあえずまあやってみるかって内心思ってたんですよ。余っちゃいました。あ、うち、はい、そうですね、今3800本ぐらい上がってますから、適当にご覧になっていただいて、はい。